よし、まだ生きてたな。ざけんな。その息だ。心は折れてないな。なんで、どういうことだ。そのタトゥー、鎖を食いちぎる犬か。珍しいだろ。それで少し調べてみたんだ。その理解したくてな。少尉の入隊時に回収したものだ。おそらくお前のだろう。ああ、そうだ。嫁の名前もベスじゃないな。ああ、違う。ずっと彼女を探してたのか。ああ。なぜと聞いたな。簡単なことだ。お前は嫁のために死に物狂いで生き抜いてきたんだろう。首を吊られるのはあんまりだ。待て、俺を助けたってのか。それじゃお前らも処刑される。戻るつもりはない。大佐はイカれてる。聖戦や虐殺だの、ついていけん。そうか、じゃあどうするんだ。東へ行く。ああ、リノを目指す。一緒に来るか。いや、戻れはしないぞ。その場で撃たれる。いや、皿置いてはいけない。それに北にいるアイアンマイクに知らせないと。それはもう手遅れだ。どうして。民兵はすでに出陣している。何、サンティアムさんを通れるようにしてな。まずいぞ。本当に一緒に来ないか。ああ、行かない。幸運をセントジョン。なあクーリー、俺は兵役時代のことを思い出すたびに胸くそ悪くなるんだが、あんたみたいな男の下についてれば違ったのかもな。まだ間に合うかもな。ロストレイクに戻るんだ。北に行ってブーザーとリッキー、マイクを助けねえと。サラのことは助けられないが、あいつらなら。本当にすまないサラ。でも俺は絶対に諦めないからな。必ずお前のために戻って何とかする。北に行くにはどう、サンティアムハイウェイがいいか。一番早い。サンティは北だからこっちだな。検問ってこんなのなかったろ。リロードしねえと。いいぞ。
これで終わりか？おい！よし、こんなもんだろう。待ってろ、ブーザー。今行く。リロードしねえと。トンネルが通れるようになってる。スキッドたちじゃない。クソ、ネロの検問所を奪ったのか。戦うしかなさそうだな。おい、裏切り者だ。邪魔だ、そこをどけ。使えそうだ。おい、ブーザー、聞こえるか？返事をしろ、ブーザー。ディーン、そいつをこっちへ持ってこい。アーリー、怪我人を運べ。ブーザー。ディーン、生きててないのか。お前の助けがいる。上がり運べ。急げってな。気をつけろ。あと少しでそっちに行く。ブーザー、スキッツに気をつけろ。お前のことを狙ってる。チキシム、
ッキー、答えてくれ。俺だ、リッキー。アイアンマイク。おい、お前ら。あいつ逃げるぞ。やつらを追うぞ。スキッツはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ。逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッツはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、やつは絶対見つけてやる。ああ、リコ、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた、外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そらよかったよかった。会ってみたい、お前が。ああ、そこまでする女だからな、俺のエリザベスも。大丈夫だよ。マイク、マイク、これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しない。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ、間違ってた。お前はどんな手を使ってこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク、マイク。そんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢嫌がる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら、喋るな、静かにしなって。アイアンマイクはディーコンを信用したんだ。だからみんなも話を聞きな。いや、悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない、ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか、ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。
こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって…ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができればその隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする？乗るに決まってんだろ。そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな、他に来る奴がいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃな奴。よう、どうだ。離れて。よう、ディグ。よう。なあ、これは何だ。あ、聞いてみな。このトラック戦車みてえにでけえだろう。ああ。だったらマジで戦車にしちまえってな。おい、すげえな。ああ、これもう使えるのか。じゃ、やってみる。行くよ。ああ、やったね。これはいける。あとは爆弾だ。肥料が手に入る場所なら知ってる。準備できたら連絡するな。分かった。で、作戦は？アイアンビュートランチに行けば肥料が見つかるんじゃないかと思ってる。アイアンビュートだと？ああ、あそこにはもう。ジェッシーやリッパードンはいねえし、昔はゴルフ場だったんだろう。ならいろいろあるだろう。芝刈り機とか、それに肥料とか。確かにな。俺は先に行って場所を確認してくる。終わったら連絡するから、トラックで来てくれ。よし、わかった。それじゃあな。おい、シカ、車はもうないが、まだ危ねえぞ。リコいる？ああ、どうしたリッキー。ありがとう、私たちのために戻ってきてくれて。いや、戻るのが遅すぎた。ううん、そんなことない。まだスキッツを止められるでしょ。ああ、必ず止める。あの、その、残念だったね。サラのこと、大事な人を2回も失うなんて本当に辛いと思う。まだ失っちゃいない。助けるために爆弾作ってんだ。まあ、とにかくロストレイクはあんたに感謝してるよ。なあ、リッキー。ああ、分かってると思うが、こうなったのはマイクのせいなんかじゃない。マイクは争い事を避けたかっただけだ。いいぞ。ああ、分かってる。くそ。
ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前に何とかしねえとえらいことになるぞ。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする？あ、いや、俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そうか。それにリッキーから聞いたが、あと少しだけ。今ので最後だな。腐ってね。ブーザーいるか。片付いたぞ。レッキーにトラックを運ばせろ。分かった。おいディク、後で見せてえもんがある。それより楽しみにしてるぜ。じゃあな。それなんだ。リッキーが作ったんだ。バイクは乗れねえが、これでトラックなら乗り回せる。いいな。じゃあ、あっちに止めてくれ。わかった。よし。あ、くそ。それで十分だろう。よし、次はなんだ。クレオソートだ。準備できたら連絡する。クレオソート400リットルなんてどこにあんだ。知らない方がいい。早く中に入れ。何があった？調達中に野党どもにやられた。これから奴らを追って反撃に出る。俺には関係ねえ話だな。マニーが捕まった。マニーを行かせたのか。無理に行かせたわけじゃない。あいつが行くって言い出した。いいから黙れ。あの日教室にいたコープランド、バイクを見つけた。今から追跡してみる。仲間はサンティアムハイウェイでやられたらしい。ああ、もう見つけたぞ。じゃあな。燃えろ。
何か作れそうだな。まとめとくか。ようマニー、ひどいぞ。本当にやらせるわけないだろ。俺のバイク直せるやつがいなくなっちまう。まずい。ゆっくり下がれ。そっと出そう。音立てんだ。切れそうだ。やった！いいぞ！すごいのは初めて見た。ああそうか。とにかくここを離れるぞ。ああ喜んでそうする。で何があったんだ。こんなところで何をしてる。なんだろうな。何ヶ月もキャンプの外に出てなかったから、もっと役に立とうと思ってな。銃を使う連中はうようよいるが、お前みたいにバイクを直せるやつはそういない。いや、それコープランドにも言われた。ああ珍しく意見があったな。
なあ、どうして外はこうなんだろうな。どういうことだ。みんな殺し合いばかりしてるだろう。マーニー、世界がこうなる前、刑務所にどれだけの悪者がいたと思う。国内での話だ。ああ、わからない。250万人だ。仮釈放中のやつとかも入れたら700万近くになる。ってことは35人に1人は法を守らねえ危険なやつだったんだ。一人で平気か。ああ、平気だ。ディゴン、ありがとな。来てくれなかったら死んでた。マーニー、しっかりやれよ。ああ、わかった。せっせとやる。ほら、さっさと行け。